もう一つの物語、これかな。誰もあの二人覚えてないのだろうか。そうだよね、結局誰も救えなかったのだろうか。こんにちは、また会ったね。悲しいことがあったよ。循環を乗り越える勇気ね、ありがとう。ぐっすり寝てみる。昼寝をし昼寝してるんだ、セロハさん。そうだね、ちょっと眠らしてくれ。悲しい記憶がすべて消えるようお祈りします。それもそれで悲しいな。全部悲しくなっちゃうじゃん。なんだか夢を見てる気がする。なんだなんだ。あ、なんだここ。あ、動けない。キーホールとティー、ハイデで目にした光景だ。ああ、っていうか、ティー、へぇー、ティーと花壇じゃん。あ、花壇、え、キーホール、え。なんか喋ってる。運命は変えられない。誰？全長取り返しのつかない決められた運命。通路の奥、あのモヤモヤしてるやつか。あ、これは行けってことだよな。わあ、この瞬間で止まってる。これが、あ、いけない。闇落ちした花壇でしょ。闇落ちっていうのもあれだけど、花壇。そしてティー。あー、なんだこれ。あ、超光ってる。あっちに行けってことでしょ。分かってる。取る。ああ、そうか、ここで、あれ、いけない、いけるか。なんだこの場所は。この先に何があるというんだ。はマレックがいる。なぜみんな騎士になるって言って去ってしまった。ようやく信用できる仲間ができたと思ったのに。そうだね。あ、火山のこと知ってる。火山のこと知ってるじゃん、これ。消えちゃった。あ、このか、アイダン、ハテナ、騎士団、王女もいずれもかてな。あー、結局また誰も守れない。おー、消えた。あれ、キャラ、仲間たちの死に責任はない。なんだなんだこれ。あー、アーリーがいる。はいはいはい、死んだ人。
ああ、ドゥインだ。来るべく楽園のために捧げられるのだろう。あ、ネベレスじゃね？一体誰が喋ってるのかな？バシャ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 っていうのが。ルナレックだ。なるほど。そして花壇、T から離れるんじゃなかった。そうだね。いや、台無しにしたわけではないけど、 T もこの世界も声がもじきやって、いやー、花壇かね。それもあったよね、と幸せに暮らす未来もね。あの扉が見えますか？全てはここになって消える。覚悟はできてるのか。何の覚悟？ でもいつだって覚悟はしてるよ。道を開きましょう。運命の螺旋に沿って、お前はどこまで進むのか。 運命を繰り返されたとしても。お、はいはいはい。おお、歩いてってる。今何が起きたんだ？真っ白くなったけど、とりあえず宿屋に行ってみよう。ティーがいる。驚異的ですね。ティー？確かに。そうだね。急にそんなことされてびっくりだよね、T はね。嬉しくてついだよ。巨大なノールを討伐し、傭兵団のベテラン隊員として正式に任命されたと聞きました。あれ？あ、ベテラン隊員ですか。ベテラン隊員、結構前の話だね、それ。ケツ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 ケ
ショートでティを助けてくれた。はあ、これは過去に言ってる。初期の頃に巻き戻ってるようですね。確かにティは女神に覚醒した。ああ、やっぱか女神になったんだよね。そしてその時点でティに関する記憶を失った。そうだよね。私に出会ったばかりの頃のような接し方をしている。あー、さっき光の扉を開けて出てきたことがきっかけで時間が巻き戻ったようだ。はあ、モルバン、そこで運命の一生な、何するんだ。何のこと、モルバン。モルバン、モルバンの村の人を招待。あ、モルバンを知ってますか。ほうほう、なんだ、アネストに尋ねてみよう。T 白黒になってるけど、これはまだまだ続くのかな。はい、探してます、モルパン。いや、説明しづらいよ。その高い日差しに届かな風景。はあ、そうなんだ。そうなんだ。トレジャーハンターギルド。今決戦を完了してきたんでしょ。決戦って全ては過去になって消えるもの、うん、いやー、トレジャーハンターというか何が自分の宝物なのかっていうそっからの話ですよ。消えるのだ。トレジャーハンターになるってなってる。はい、モルバンにあるわ。うん、船着き場から、あー、モルバンって書いてあった。そういえば入りって言ってる。自由が似合ってるわ。そうなんだ。トイスト、うん、ふむふむふむ。というわけでシーズン1が全て終わったかと思ったら、エリキサーについてが終わってなかった。これ、はい、というわけでついにシーズン1メインストーリー終わりましたね。ちょっとエリキサーのあのブリンの話は終わってないですけど。魔法の粉途中で捨てちゃったもんな。あれもったいなかったな。後で魔法の粉集めないといけないな。いや、なんとか終わりましたね。マミの日終了までに。いや、生配信でやりたかったですけど、さすがにその時間は取れなかったな。ちょっとちょこちょこね、あの時間を見て
をやるしかなかったので、いやー、しかしそうか、そういう結果になったかっていうもう全然こんな、なんだろう、シリアスな物語だとは思ってなかったですね主軸がいやー、結構なんだろう、辛いですね辛い話だった。結構な、今までのミッションクエストが笑いものが多かったんで、どんな感じになるのかなと思いきや、重い話で終わったっていう結局誰も救えないのかみたいな、いやー、暗い暗い、いやー、そういう感じいいですよ。てかすごい物語が凝ってるこんなに物語凝ってるのに、なんだ、無料で結構ここまでできたんで、いやー、なんでこれ終わっちゃうかなっていう気持ちですね。なんだろう、これ普通にゲーム機で、いや、なんだ、一本のゲームとして発売していいんじゃねっていうそんな感じなんですけど、このあとカナンと T がどうなってしまうのかっていうのは、シーズン2、3に進めば見れるんでしょうねちょっと間に合わなかったですけど、そしたら過去に戻って、まあ、そうならないようになんやかんやするんでしょうね、きっとね傭兵団じゃなくて違うところからね、この運命を変えようという話になるんですかねいやー、もっと早く進めてればよかったな。配信のように、なんだ、2日間、1日中詫びのぎやって、まあ、ある程度進めたんで、もうちょっと配信になればシーズン2いけたかもしれないですね。いやー、残念だ。一番気がかりなのは、このマビノギをやってる間に大改変があってゾシタのオープニングが変わってるかもしれないっていう、そこが、ね、見れなかったのが残念。見れなかったというか、まだ見れるけどね、やっちゃうかこの後でもすごいオープニングが気になってるんですよ。私が見た時とどういう風に話が違ってるのかっていうのがね、あー、楽しみですわ。というわけで、マビドギ英雄伝、ここで終わりにしたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。いやー、マビドギ英雄伝経由でね、私のチャンネル、他の動画見てくださる方もいらっしゃって、結構思い出深いゲームになりましたね。マビノギやってなかったら出会えなかった人たちいっぱいいますからねいっぱいって言ったけど、まあ、なんだ自分の中では1人2人3人とか、それでもいっぱいっていう気持ちになっちゃうんでちょっとでっかく言い過ぎた感あったかもしれないですけど、いや、ありがとうございました。それでは他の動画でもお会いしましょう。皆さん、さよなら、バイバイ。そしたはい、どうも、こんばんは、ゾンタンです。なぜこの画面なのかという大改編後にゾシタのオープニングがなんか変わったとか、何やらね、
そういう話を聞いたので、ちょっと最初の方をやってみたいと思います。でそしたらこうだから、なんかいろいろ変えようかと思ったけど、まあいいか。なんかね、ちょっとね、黒い髪のね、ゾシタ見てみたいと思って、もうどうでもいいわっていうね、ゾシタ、ゾシタで、確認しようかの、そりゃそうだよね。じゃあ、ゾシタ2号ということで、はい。やはりな。この最初の下りがなかったはず。なんか戦闘準備みたいなチュートリアルにすぐなったと思いますよ。少年の父親はかつては名の知れた剣闘士だった。しかし片足を失って以降、父親は酒やギャンブル漬けの日々を送り、少年の母親でさえ愛想を尽かし逃げてしまった。はあ。商人は父親の手に金貨1枚を投げ出すように渡した。これだけですか。小娘は2枚、野郎は1枚。あ、売ってるぞ。そして今日ついに父親は子供を売った。女の子を産めばよかったね。なんてことを。父親の最後の言葉が少年の耳に残った。だった11歳の時のことだった。わー、なんかそういう話もわからない年ではない。ちょっと言ってることがよく分かってしまう年だ。剣闘士の子供か。こいつはいい儲けになりそうだな。勝利の手に引かれてたどり着いた場所は剣闘場だった。貴族たちのための遊戯。最後の一人が残るまで闘士たちが命を懸けて戦う場所。少年はそこでカールという名の男と組まされた。カールは2つの剣を自由自在に扱う剣士だった。あ、だからゾシタはあれか、二刀流なのか。彼は暇を見ては少年に自分の剣術を教えてあげていた。少年はカールを父のように慕って、カールもそんな彼を我が子のように可愛がっていた。二人はまるで親子のように息が合い、出たよ、剣闘士でどんどん人気を集めていった。はい。一方、二人の活躍に喜ばしくないと思う連中がいた。少年もカールもあくまで遊戯のために入れられた餌だった。遊戯のために入れられた餌が餌のままでいることを拒んだとしたらどうなるだろうか。裏では金貨のやり取りが行き交った。あの日は決勝試合の前日だった。何、カールは少年に住所が書かれたメモ1枚を渡した。試合が終わったら私の息子に会ってくれないか。ここに行けば息子がいるはずだ。名前はリシタという。あれ？どういうこと？風と孤独を乗り越えるものという意味だ。約束します。あの日少年はカールの揺れる瞳に気づかなかった。揺れる瞳ということは少し涙ぐんでたということか。決勝試合が始まってようやく少年は異常な空気を感じた。試合が始まったのにカールは少年を見つめながら微笑んでいた。両手に握った剣の先は地面を向いたままだった。おじさん、カールの背中に敵の刃が白い線を引いた。少年は泣いてまた泣いた。しかし彼にはすべきことがあった。ロチェストに行かなくちゃ。おじさんの剣を、おじさんの言葉を伝えなきゃ。扉を開けて出てきた一人の少年の目は警戒心でいっぱいだった。少年は何も言わず2本の剣を渡した。これは君の父さんの剣だ。あ
あ、そんなの知るかよ、捨てちゃったら。僕は名前も名字も記憶も全部捨てたんだよ、帰れ。ああ、少年はすでにリシタという名前を捨てたと言った。そうなるとカールおじさんは、あの人の思いは、自分のために命を捨てた彼の遺言はどうなるのだろうか。少年はカールの剣を胸に抱いた。息子に捨てられた父と、父に捨てられた息子。なるほど。息子よ、一族はすでに没落し、私はここで死を迎えるが、お前は騎士になって我が一族の名を、そして名誉を取り戻してくれ。それが私の、そして我が一族の最後の誇りだ。しばらくして頭を上げた少年の顔には悲壮感が漂っていた。俺は騎士になる。これから僕の名前はリシタだ。ということか。なるほど。本名ではないというか、その、まあ、育ての親の名前を受け継いだんだね。プロローグスタート。プロローグ来た。はいはいはい、おなじみの声ですね。懐かしいな、これ。今なら分かる。装填せよ、隊長。今撃って崩れるかもしれません。カモン。ウィンシャルトもね、操られてたんだよね。発射準備。止めろ、止めるんだ。射撃中止、中止。ミコ様危険です。ミコターン。ジェイ、何をし、アイランさん、少し時間をください。あの子はもともとあんなに乱暴ではありません。私が話をしてみます。村人たちの命が、あれはもはや村の守護神ではない、ただの怪物だ。下がれ。でも今回は我々に任せろ。再装填せよ。再装填、再装填せよ。ミコ様、時間がありません。マレック、私が信じられないのですか。私がそこに行きます。あの子を恐れています。怖がっているのです。私にはあの子の声が聞こえます。その代わり私も一緒に行こう。アレック、招待と一緒に私についてくれ。はい、隊長に続け。はい。アイダン隊長らしい判断な気がする。ルダレックだったらもうあれでしょ、ガン無視でしょ。撃て撃てみたいな。ここら辺は一緒なんですね。待て、全員停止。ああ、出たよ。あそこの証。ここになぜこんなものが。待ち伏せてるぞ。全員出動態勢。
毎度思うけど、心理にそういうことを頼むなんてね。はい、いや、これがうまくできなかった頃が懐かしい。このオケ使って、なんだろう、やってた気がするわ。なんかやってた気がするわ。あー、やっぱそうだよ。猫様このね、抱きかかえて伊藤ね。あ、こっち行けないんだ。そうだそう、この感じで、この感じですよもう今となってはな、 T かな。このチュートリアルいいよね。あれ、こんなあったっけ。やべ、壊れてる、壊れてるよ。壊れてるよ。TP 失ってるから。わー、燃えてる。何？最初こんな景色良かったっけ？ペンシャルと、大丈夫よ。驚いたでしょ。もう安心して、大丈夫よ。スキル、そんなものが、ちょっと待って、そのバッテンが、はい、あ、マジカルフィーバーじゃん。いてーの、それはこれがやりたかったやつだ。いっていって、落ちちゃうはい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 、これの、はい、マジカルフィーバー、ケツフフ。でも最初から確かにスキルがあるといいね。やめてー私は撃たないで、私は撃たないで。ノー、当たってる、当たってる、これ、当たってんの、当たってないよね、多分。いてー、エンシャルトさん、なんか当たってないかな、すごいんだけど。いや、前回こんな雨降ってたっけ。なんか素敵なエフェクトが増えてる気がする。あー、痛い。あ、どうした、どうした、
どうしたどうした、逃げるのか、逃げるのかというか、あ、登るのか、待って待って、待って待って、あ、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、登り方がダイナミックになってないか、やべ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 、内場で来る、大丈夫か、やべやべ、あ、いって痛い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 、やめてー、電車跡が、電車跡が、やめてー、電車跡、ベロフィーブ、あー、というわけであれですね、ちょっとやっぱ変わってましたね、私が一番最初やった頃とちょっとだけ違うもっとなんかふごふごふご言ってた気がするし、ベンシャルとあんな雨降ってたかなっていう、降ってたか、はあ、まだ何も起こってない時のこれだ、懐かしいな、そしてゾン下がいる、あれこんな服着てたっけこんな小粋な服着てたかな、いや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 、というわけでオープニングはあのような感じでしたね、他なんか変わるのかな、アリスがいる、ちょっと言っていいですか、はあいやー懐かしいね、まあドイン様も生きてるもうマリックが噛みついてんのは変わんないよねキアラさん、殺伐と雰囲気、え、殺伐とした雰囲気だけど全然ですよ、そうですね、アリスー出た、アーリーではなくアリス発言ね、元気なアーリーも見れたことだし悔いはないかな、ゾン下を作ったけれども特にクエストを進めるわけでもなくっていうね
あとなんか変わりあるのかな。なんか氷の渓谷でなんかあったっぽい話はあった気がするんですけどね。まあオープニングがちょっと見れてよかったですわ。もうこのコレンが見れないかと思うと名残惜しすぎる。いろんなねストーリーを経た上でこうコレンの街並みを見ると感慨深いですよね。そして今ゾンシタがここで新たに戦っているのも、こうもしかして一巡した後に一巡か何巡かした後にもう一回初めからやってるというかね、パラレルワールドじゃないですけど、そういう可能性も感じられるようなシーズン1のラストでしたからね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。